かフリースペースみたいなところでやってるからさ、本当に人が通ったりしたら一瞬ミュートとかにするかもしれないし、私はこの会話をなんか関係者各位に聞かれても、何、イメージが悪くならないような話をしないといけないんですよ、今のこのあれは、この配信は。やばい、歯磨いてからリップ塗ってないからリップ色なすぎ、うえー。今ちょっとこの、何、ほんとフリースペースみたいなところで、なんかでも普段リモート会議とかやってるから大丈夫じゃない？とか言ってやってるんだけど、ちょっとなんか、でもリモート会議とさ、配信してるのはさ、またわけが違うじゃん、ちょっと。だからさ、ちょっとドキドキしながら配信してるんですけど、大丈夫かな？なんかリモート会議で使ってる場所といえどさ、だからリモート会議感出すために今イヤホンしてるのは 配信なんだけど、でもちょっとリモート会議っぽくしたいから、リモート会議とかリモート取材してる人みたいな顔したいから、イヤホンしてみてます。イヤホンしてればさ、なんかさ、あ、会議かなって思うじゃん、一見。なんか今からずっと空きなんですよ、実は。だから、なんか空きだなと思って。空きならどうせ、なら、配信したいじゃん。配信したくて。もうこんな体勢してる人絶対にリモート会議じゃないんだよな。こんな体勢の人絶対に会議ではないんだな。うん、確かにカメラオフで会議参加してる人だったら、こんな体制の可能性もある。まつげの上がり方綺麗だって。なんかさ、なんかメイク、なんか違うって聞かれるんだけど、最近黒目の下にちょっと黒目の、暗めのやつを入れるようにして、そしたらなんかパキンって目がなってるように見える。ちょっとリップの色ないの結構やだな、どうしよう。どうしよう。衣装隠しパーカー？そうです。危なかったよ、衣装隠すためにさ。パーカー着たのにさ、髪飾りもつけてさ、ピアスもつけてさ、どの衣装かバレちゃうよと思ってさ、別にバレちゃいけないことはないんだけど、一応さ、ダメじゃん。だから、アップデーっつって撮ってから配信始めた。ね、やっぱさ、最近ちょっと私、いい女化進んじゃってるかもしれない。なんでかっていうと、やっぱり喋るのがゆっくりになったっていうのもあるし、あとちょっとしっとり喋る癖がつき始めてるかもしれません。なんかそうなの、家でも結構声がなんかちっちゃめに、そう、なんかいい女って声ちっちゃいじゃん。だからなんか最近私結構声もちっちゃいし、なんか早口でこうやかましくキャ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 って喋るんじゃなくて、なんかこうちょっとゆっくりめに、お疲れ様です、ゆっくりめに喋るっていうのをやってます。しっとり最近はちょっと喋るようにしてます。確かに今日めっちゃいい女感溢れ出すぎてるわって。でしょ？
やっぱもう25歳の女なんで、25のな女ので、そう、25のな女にふさわしい気品とオーラをまとって。で、やっぱり、なんか、思うんだけど、やっぱり私は結構人のこと知りたいから自分のことも教えますっていうタイプなのね。だからなんか人に結構私何でもかんでもこういうことがあったんですとかこういう考えの人間なんですって言っちゃうんだけど、でもやっぱり自分の身の回りでなんか気になる人、なんか自分がそう人間として興味を惹かれる人、なんとなく好きな人、この人と仲良くなりたいと思う人って考えてみたらさ、自分からさ、なんかいろいろ話せないんだよね、勝手に。じゃなくて、まあ、聞かれたら答えたり答えなかったり、やっぱちょっとミステリアスなところがある人の方が、やっぱり、なんか人としてちょっと魅力的に見えるっていうのを、やっぱ最近話したんよ。誰かと、みおんちゃんかな。話したんよ。なんかやっぱり、まあ、素直なのももちろんいいことだけど、やっぱり多少のミステリアスさを残した方が、やっぱり、なんか、セクシーなんじゃないかっていう話になって、だからちょっとミステリアスな難音になっちゃうかなみたそう、だから全部出さないで見るっていうのどう？私これから。で このさ、話してたら意味ないじゃんみたいなね。そう。自分語りをしない人に魅力をやっぱ感じるのよ。私やっぱり自分語りマンですし、そう、自分語りだし、なんかこう、聞いて聞いてってすぐなっちゃうんですけど、でもやっぱりちょっとミステリアスなね、感じ、いいよね。まあでもさ、でも難しくない？ AKB にいながらさ、自分語りしないで生きていくなんて。なんかさ、わかんないけど、AKB とかさ、アイドルなんてさ、もうより、なんかどこまで自分を切り売りするかじゃん。家族とか出しちゃったりとかさ、なんか休日は何をしてたって報告だったりとかさ、何食べたよとかさ、どこまでやっぱさ、切り売りするかっていう話じゃないですか。そんな中でミステリアスに生きるのはとても大変って思ったの。難しくない？生ハムですもん、だって私。どこまで切れるか、どこまで提供できるか、もうケバブみたいなもんで。だからやっぱり、アイドルという点においては、その自分語りしないっていうのは結構難しいことかもしれないけど、でもやっぱ、対人、直接会った時とか、人間関係を作っていく中、ファンの人と自分じゃなくて、誰かと自分っていう時は、やっぱりちょっとミステリアスの方が、かっこいいのかもしれんね。私はね、結構やっぱね、なんか人のこと知りたいんだったら自分から言ってよって思うタイプなの。人に対してもね、なんか、そう。でもやっぱり私の魅力はやっぱりね、まあ、素直なところ、裏表がないところでもあると思うので、なんかそこの塩梅は難しいかなという感じなんですが、なんかさ、何が難しいってさ、やっぱりさ、対コメント欄だとさ、やっぱさ、私に興味ない人も見てるかもしれないしさ、なんかその全体に向けて言ってるみたいになるじゃん。だからミステリアスでいることは難しいよね。でも結局な、魅力的なのは、ちょっとミステリアスな人だよな。ちくしょう。まあ今のところ私は、しっとり喋るので精一杯っぽいので、なんかまあとりあえず今はちょっと無理せず、ぼちぼちでやっていこうかなという感じなんですが、そうなんですよ。見えない部分が気になっちゃうんだって。
何話そうかな。何話す？お昼何食べました？だって、なんかお弁当食べました。早い時間に集合だったので、お昼じゃない、お昼ぐらいにも食べて、さっきも食べて、ずっとご飯食べてる。なんか、最近自分に甘いので、今週は厳しく、今週こそ厳しく生きていきたい。今週こそマジで自分に厳しく生きていきたい。今は、だからお弁当変な時間に2個食べちゃったんだけど、だってお弁当用意されたら食べるやん、それは。だから、食べちゃったから、とりあえず今日は、そうだな。まあ、今日もし夜お腹が空いても、サラダとかさ、そういうのだけにして、で、明日、何日？明日は20日？ 20 日なんか予定あったっけ？忘れちゃったな。20日なんか昼間に予定あったかもしれないから、まあ、願わくば朝一でジム行きたいし、だから本当にやばいの。だから食べ過ぎちゃって、本当になんか毎日ご飯が美味しいです。だから、ちょっとやっぱ食べ過ぎてるから、痩せるね。なんか本当に、やばいの私もう、ダメなの。助けてください。私の食欲がなくなる魔法かけてよ。食べたら太るタイプ。はい。とっても。食べたら太るタイプだし、今はなんかいっぱい食べてるのに、運動してないっていう状況で、最悪、最低、低俗、地底人間なので、マントルの住人なので、ちょっと本当に、ダイエットしなくちゃいけない。あと2キロ痩せたいとか思ってたのに、あと4キロ痩せたいに変わりそうだもん。だから絶対に頑張るんだ、今週は。絶対に食べるの抑える。てか、せめて食べてもいいから、なんか早い時間に食べ終わろうって思う。最近夜、なんかわかんないけど、うわーってなっちゃって、バクバクって食べちゃって、ポンポンってなって寝てるから、そうならないように。ちょっとさ、フェイスラインもさ、また丸くなってきちゃった。から、頑張って痩せる。でもさ、痩せたいって思うとさ、なんか頭の中ずっとご飯のことになっちゃってさ、でもずっとご飯のことになるとさ、なんかお腹空いたなってなっちゃうしさ、なんかどうしたらいいんだろうね。なんかご飯のことを考えないで生きていきたいんだよね。そう。ご飯のことを考えないぐらい、なんか楽しく生きて、楽しくっていうわけじゃないんだけど、ご飯のことしか考えられなくなっちゃった。これが恋？配信始まってからまだ15分しか経ってないんだね。お昼食べた瞬間から夜ご飯どうしようと思ってる時あるだって、めっちゃわかる。本当にわかる。でも、最近さ、多分さ、ご飯とかもさ、気にせずさ、好きなもの好きな時に食べちゃってるからさ、肌も荒れるしさ、もうなんか良くないことばっかり、ネガティブになっちゃいそう。ならんけど。ならんのかーい。ならんのかーい。いや、でもじゃないんだよ。でもっていうのやめな、私。なんか、本当に、
街の皮膚科みたいなのこの間行ったんです。なんか最近ね、ここら辺のなんかちょっとザラつきがすごい気になるのね。米戸っていうニキビの元のね、血管詰まりが気になって、で、街の皮膚科に行ったんですけど、そしたら、なんか、炎症してますねって言われて、ニキビっていうのは炎症して起こるんですよって言われて、いや、知っとるわいと思って。で、私が悩んでるこの米戸は別に炎症の手前ですが、と思いながら、思ってて、でも多分炎症止めの塗り薬もらってきちゃったから、ちょっとセカオピ検討みたいなところはある。そう。炎症起こしてますねって言ってきたのは、多分私が潰したニキビの赤いところを見て、あ、炎症してますねって言ってきてるんだけど、じゃなくて、私が悩んでるのは 一年以上迷子になっちゃった。私が悩んでるのは、なんかここら辺のそのザラつきの米戸群なわけですよ。そう。だから毛穴詰まりとかをどちらかというと解消するような、そんなお薬を出していただきたいんですけれども、なんか炎症のお薬、なんか出しときますねって言われて、うん、そうじゃないんですよねってなった。なんか本当に私、そう、めちゃくちゃ混んでたのに、診察はね、秒で終わるの。でも病院ってそういうものじゃん。で、あともう一つ私、足にあざがね、ずっとあってね、なんか一時期ね、なんか、何？お腹周りとかにもできててね。なんか、あざっていうかなんか、わかんないけど、たまにカサカサしてかゆいあざみたいなのがあって。で、それも見てもらったんだけど、なんか、別になんか、ボコボコはしないんだけど、なんか、腫れてますね、みたいな。腫れてるかな、果たして、みたいな。なって、嫌だなと思って。あざって言ってもさ、なんかさ、青タンみたいなあざのタイプじゃなくて、なんか、カサカサしてて、そこだけなんかこう変色しちゃってるわけよ、私。昔、一時期あったんだけど、体中に。あったんだけど、腰周りは全部なくなって、でも足の後ろにだけ一個あるのね。で、それ見てもらったんだけど、なんか、結局処方箋、おいし、あの、薬局に出したら、なんか、あ、下肢の方は、下肢って足のこと？下肢の方は、炎症、なんか炎症じゃないの？なんか、発疹ですかね？みたいに言われて、これは発疹かな？果たして、本当かな？と思って。発疹とはまた違うんじゃないかな？みたいな気持ちになったけど、でもらったお薬は一応塗って生活してみてます。セカオピ行くべきだよね。診察はすごい早くていいんだけど、ていうか、やっぱりさ、美容皮膚科に行くべきだと思うんだよね。やっぱ肌のあれにはね、街の皮膚科よりもね、美容皮膚科だね。って思うんだ、俺。多少お金はかかるけど、やっぱ自己投資だよという先輩からの助言を聞いて。そう、街の皮膚科だとさ、普通のさ、皮膚科だとさ、別にさ、なんかその、すごいお金が高いわけでもないからさ、別にいいんだけど、なんか、美容皮膚科よりもさらになんか流れ作業感強い気がする。で、そのニキビとかに肌に特化してるわけでもないからさ。だから、やっぱ美容皮膚科だよね。東京の美容皮膚科に行くべきかな。めんどくさいんだよ。だって1回にさ3万円とかかかるんだよ。私が肌直したときは、3万円月にかかってたんです、昔。今からまあだいたい5、6年前ですかね。高3から20歳ぐらいにかけて。本当にひどかった時に、私は月に3万円かけて直してたんです。高いよね。でもやっぱりお肌が汚かったり太ってると、なんかもう病んじゃって、もう何にもうまくいかない、もう無理ってなっちゃうから、もうマジ無理ってなっちゃうから、
だからやっぱり肌を直すべきだと思うし、下からのアングル、本当にフェイスラインやばすぎる。あ、一回ミュートにします。お待たせしました。お待たせしました。なんか人の声するなと思って、なんかメンバーとか通ってんのかなと思ってたら、そのすぐ近くのね、自販機があるんだけどね、そこでなんか何買おうかなってお話ししててね、で、わかんないじゃん。そういう時こそさ、なんか、ないない、うちうちの話があるかもしれないじゃん。と思って今一回だけ切りました。ミュートしてた。テロップ機能いいね。笹さんから何？これかわいい。猫ケーキタワーいただきました。ありがとう。何タワー？あ、てかなんか、なんでお菓子のさ、なんか部屋になってんだろうね、ここ、ショールーム。そう、テロップ機能の新しい使い方を知った。LINE みたいに使ってみたけど、どうだった？斬新すぎた。おもろかった。ハロウィンでケーキ作りってなる？面白かったよ、だって。ハロウィンかなー、だって。お、大丈夫か？笹さん、かわいいも、あ、ごめんね。かわいいもぎさんの配信見られて嬉しいタワーです。だって。ありがとう。顔だけで語ってみた。
何の話してたんだっけ、忘れちゃった。眉毛の形がいつも、いや、眉毛の形じゃなくてシンプルになんか眉毛が太いんだと思うけど。あ、皮膚科の話ね。でももうする話なくなった。とりあえずお金がかかるけど、自己投資だと思って今度は美容皮膚科に、都会の美容皮膚科に行こうと思います、っていう話。そう、美容皮膚科には行く。セカオピっすね、これはもう。セカオピ行くっきゃなっちゃうって感じ。てか、下のアングルから撮った私が本当にブスすぎてなえる。なんでだろうな、私痩せてんのさ、やっぱここをさ、とにかくさ。まあ、昔行ってた美容皮膚科行こうかな。4年ぶりぐらいに。関わり公園のもぎちゃん素敵すぎて好きになりましたって。ありがちょう。素敵でしたか？さあ、かん、なにーっつって。ディ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 。あぶね、今、ガリレオ始まるところだった。否定のレクイエム歌いたかったのに、危うくガリレオが始まるところでした。え、なにこれ、すごい、周りが。キャーン、お菓子まみれ。なにこれ。葵さんから、なんかすごいやつもらいました。ありがとう。何タワー？魚に行きたかったわー、だって。本当だよ、私最近少ないのに出演するの。私最近少ないんだよ、こういうの。知ってますか？なんかわかんないけど、私最近公演少ないけど、なんか毎回2回公演なの。体きつい。体きつう。やっちゃん、あと、もぎさん推しさんから、猫ケーキタワーもらいました。ありがとう。何タワーですか？気づいたら武道館な気がする。わかる。なんかさ、結構前からリハやるんやねって思ってたらさ、もうあと2、3週間ぐらいでしょ？もぎさんのアップが可愛すぎて困ったわー、だって。困ったわー。いやーん。もう決まってるんですよ、私の2回公演のルーティンは。だいたい公演終わって、で、4時ぐらいでしょ？で、4時ぐらいから、まあ、4時10分とかに終わってるじゃん。だから、4時半とかまでにご飯を食べて、4時半から5時半まで一回寝て、で、メイク直しと着替えして、6時の公演に出る。っていうのがもうルーティンなの。一回寝ないとやっぱ体力が、ねえ、つかん、あの、足りないというか。おはようございます。ショールームしてます。そうなんですよ。だから、2回公演の時はそれが夜ご飯。です。いつも。終わってからだとやっぱ遅いから。ゆうきさんから、ケーキペンギンいただきました。ありがとう。ハーフツインの茂木さん可愛かったわー、だって。本当？なんか私やっぱ気づいたんですよね。なんかそのメンバーとかが結構なんか、え、茂木さんハーフツインしてくださいよーとか、ハーフツインしないの？みたいなそのテンションはやっぱり、打ち消していかないといけない。人は何歳だろうが、何年目だろうが、どんなビジュアルであろうが、アイドルである限りというか、まあその人がやりたきゃハーフツインができる世界線であるべきだと思ったんですね。
だからやっぱりハーフツインしないのみたいなテンションに対して、なんか絶対しないからみたいな、そのやり取りを成立させることによって、やっぱりよりやりづらい世の中になっていくと思うんですよ、私は。だから私はもう決めました。なんかそういう流れで、なんかみんながハーフツインするんだよみたいな時とか、みんながツインテールやるみたいな流れの時に、平然と何でもなく、あ、わかったってやるって、もう決めたの。もう私はね、そのノリはね、もうやめていくの。やっぱり嫌がるからやらせようとしてくるわけでしょ？じゃなくて、別に嫌がってませんけど？っていう、その、それ。にするの。てか、まあシンプルに、なんか普通になんか私だんだん、やっぱだんだんっていうか私いつだってそうなんですけど、なんかいつの自分がコンディションいい？って聞かれたら、もう私はその瞬間瞬間で今って絶対答えられるようにやっぱ顔を作ってきてるわけで。だから、そうなんですよ。だから、まあ今それでいいコンディションだっていうのもあってできるんですけど、なんか、シンプルに、そう、誰しもがハーフツインをできる世界線をやっぱ作っていくしかない。だからそのためにも私は何でもない顔をして、あ、わかったってやるようにしてる。ちなみにこの間の公演は、なんか本当に5時半ぐらいまで劇場側で寝てて、で、起きて楽屋帰ったら、なんか、まなみかなんかが、なんかみんなでツインテール公演にしようみたいな感じになってますって言われて、オッケーっつってやった。私やっぱり思ったんだけど、なんかイエスマンな方が人生はなんかうまいこといく気がする。なんか自分を苦しめるようなイエスは良くないかもしれないけど、なんかなんだろう、何でも私結構ね、なんかこうしようとかこうなりましたに対して最近はなんか分かりましたって全部言えるようになってきてるから、やっぱり YouTube とかもそうだけど、始まりは。そういう生き方も大事なんだなって思った。なんか、はーいって。終わりましたって。だから最近は割とイエスマンで、あ、そうなんですね。わかりました。っつって。あ、スライダーもそうそうそう。ウォータースライダーも、茂木さんは滑りますよって言われて、あ、わかりました。って言ったおかげで皆さんすごい見てくださってたし。だから何でもやっぱり入って聞く。はいっていうか、なんかまあ自分にとってそれがさ、問題であったら何、断ることも大事だとは思うけど、もちろん。全部が全部受け入れるべきだっていうふうには言わないけれども。でもやっぱりなんかこうある程度のことはなんかこう流れに身を任せてみるっていうこともなんか人生的に悪くないのかなって思った。そう。やってみたことないことに対して、やっぱり脳、食べ過ぎられていないようにしようっていうのかな。そういう感じかも。食わず嫌いってさ、食べる前からさ、嫌だっつってさ、食べない、嫌いって言うわけじゃん。で、いることは私は本当に食に関しても本当にそうだし、なんか最近人生的にもそう言おうとして、そうならないようにしよう。食わず嫌い、やらず嫌いは、ではいないようにしようって。興味がなきでやんないし食べないけど、ちょっとでも興味あったりおもろそうっていうのを見出したなら経験してみようと思っています。可愛くなりたいな。なんか自分の思う可愛いってなんだろうって思うんですけど。まあなんか、自分の顔がさ、どれぐらいのさ、出来栄えか、自分のなれる顔なんてさ、もうそろそろ分かってきてるわけじゃん。だからさ、なりたい顔っていうかさ、なれるところが分かってるの、それになれないのだったらダメなんだよね。それに近づかせられるほど自分に厳しくないっていうかさ。すっごい可愛くなりたいし、すっごい痩せたいしさ、すっごいおしゃれさんになりたいしさ、すっごい、
素敵な人になりたい。え、今もやっぱ聞こえない？嘘でしょ？まだ聞こえない？ねえねえ、どうなの？聞こえないの？ねえ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 。こもってるんだ。ふーん。今腕につけてないよ。耳浮いてんだよ、これでも。あ、やばい。じゃあ一瞬ミュートでいいですか？もう切った方がいい。OK。じゃあ、さようなら。最後にランキングだけバーって読んで終わります。行かなくちゃいけないらしい。13位、てるさん。12位、なおたまさん。11位、つかささん。10位、めいさん。9位、もりもりさん。8位、あーちゃんさん。7位、ゆずさん。6位、ぱんちゃんさん。5位、あおみゅんさん。4位、やっちゃんさん。3位、ささささん。2位、ゆうきさん。1位、あおいさんでした。やばい、そろそろ切ります。ごめんなさい。ありがとうございました。バイバーイ。